失敗しないダイエットのコツをお伝えします。あなたはこんなことないですか？今までもう過去何回も何回も何回もですね、ダイエットチャレンジしてはみたものの毎回失敗、リバウンド、もうこうなったらもうダイエット諦めようかな、私は何をやってももう痩せることができないのかなと落ち込んだりしていませんか？そこで今からお伝えするこの動画のお話で、あなたはダイエットに失敗しないコツが分かって綺麗に元気に痩せることができるんです。さあ、その原因と解決策をお伝えしていきますね。そもそもなぜそのダイエットがこう失敗してしまうのかという理由があるんです。とても大切なお話ですよ。1つ目、そもそもダイエットをすることで実はその栄養バランスを崩してしまっている可能性があるということなんですね。なので逆にそのしっかりやはり食べる必要があるということなんですね。ダイエットと、真逆のようなお話ですけれども、実は栄養不足だとあなたが溜め込んだ脂肪をその燃やすことがそもそもできないです。ですからやはり栄養バランスはしっかりと整えていくことが大切なんですね。で、2つ目、栄養不足のまま、栄養バランスが悪いまま一生懸命運動している、これがまずいんです。しっかりとですねベースの栄養バランスが取れていないのにきつい運動、激しい運動ですね、頑張ったりしてみたら、あなたもご経験ないですか？運動するとものすごくお腹空いて逆に食べてしまうね、ありますよね。私もあります。逆にお腹空きすぎて食べちゃうんですよね、運動する方が。それはなぜかというと、あなたのお体が必要だからなんです。栄養不足のまま運動してしまうと体がもっと栄養がいるぞってやっぱりサインを出すんですね。そこで結果あなたの本当は抑えたい食欲がさらに増してしまい、結果、運動したからちょっと食べてもいいかなとか思うじゃないですか。いいって。ただ運動で消費できるカロリーってほんと少ないんですね。ですからそれで食べたら逆効果プラスアルファ、体重が増えることにもなりがちですし、またその例えばその栄養不足でいうとそのタンパク質ですね、タンパク質がちゃんと取れていないのに激しい運動をしたりしますとどうなるか、あなたの筋肉が、つくどころかですねどんどん減るんですよ。筋肉が減ってしまう、そしてまた脂肪を溜め込んでしまって代謝が落ちて、太るっていうその悪循環になってしまうんですね。3つ目、体重の数値を気にしすぎてしまう。これ分かります。もう毎日毎日測ってね一喜一憂してませんか？やった落ちたと思ったのにまた増えてるとか。でこれはですね、いいんですよ、あなたが悪いわけじゃないんです。朝と夜でも体重って変わりますし、あなたのその水分の量、たまたま測ったタイミングの水分量でも変わりますし、またその溜め込んでるその便の量ですねでも変わるわけですから、そこまで気にする必要はないんです。逆に気にする必要があるのはやっぱ体重の質ですよね。脂肪の重さなのか筋肉の重さなのか水分なのかむくんで水分なのか、ここの割合が大事なわけですから、体重を測るたんびに一喜一憂して落ち込んで諦めてしまう原因になるよりはそこまで気にしないことですよね。ではここで解決策です。今お伝えしたそのなかなか痩せることができない理由の逆をすればいいわけです。1つ目、解決方法、栄養バランスをしっかり整えましょうです。例えば、ビタミン、ミネラル、酵素ですね、こういった食物繊維もそうです、こういったしっかり、要は腸活ですね、私が日頃からお伝えしております腸内環境を良くしてあげることが解決策です。もうしっかりとこの腸内環境が整えばあなたは自然に痩せることができるんですよ。でこの腸内環境を改善するダイエット法、別の動画でお伝えしております。詳しくご覧いただきたいと思います。この動画終わった後に詳細欄にリンクを貼っておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。具体的な
どのようなものをどのように食べれば良いのかが分かります。では2つ目、タンパク質プラス適度な運動です。運動だけではダメなんですね。しっかりとタンパク質を食べた上での運動ではないと、特に私たちですね、女性は男性と比べて筋肉がですねつきにくい、もう男性の20分の1しかつかないって言われています。逆を言えば男性の20倍頑張らないとその同じ筋肉がつかないわけです、ね、ですからその元となるやっぱりタンパク質はしっかり取った上で運動をしましょう。そして3つ目、体重数値に一喜一憂しないですね。これは先ほどお伝えした通り朝と夜で違ったり、水分の量、便の量、そしてお肌の乾燥したその、まあ、水分量でむくみ、こういったのも全部関係していますから大丈夫。大切なのはあなたの体重の質、筋肉なのかそれとも脂肪なのかですよね、水分なのか、こういったところはやっぱりしっかりコントロールすることがトータルで大切なわけですから、あの体重のその変動はそこまで気にしないということ、質を見直していく、もしくはその体重よりも体温、あなたの体温が 36.5 度以上であればやはり燃える体になりますから、測るのは、まあ、体重も良いんですがプラス体温の方がもっともっと大事なんですよってお話です。でこういったあの基礎代謝を上げるお話であったり、体温が上げる、要はこう冷え体質からのこう改善、そういったお話もあの別の動画でお伝えしておりますので、こちらも詳細欄にリンクを貼っておきますね。でまた、私がこういったこう取り組んでいる腸活ダイエット、ご興味おありの方は、LINE のリンクを貼っておりますので、そちらから皆様ご登録後直接あのご相談されていらっしゃる方、どんどんおいでです。遠慮なくご相談くださいね。さあこのお話、あなたご自身とそして周りの大切な大切なご家族のため、ぜひどんどんシェアして差し上げてください。また動画が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。